はい、どうもゆうちゃんパパでございます。さあ本日もねストリートファイターデュエル無課金実況をやっていきましょう。本日はですね7月の11日なんですけれども、なんか今大阪ねめっちゃ雨降ってますけどね、雷鳴ってね、なんかどえらい異常気象みたいな形でね、まあまあちょっと梅雨の時期にもなるかなっていうところなんですけど、最近ねちょっともうほんま異常気象がね日本多いですからね、ほんまゲリラ豪雨かゴリラ豪雨か知らないですけど、ほんまねちょっとそういうのだけはちょっとご勘弁プリーズでございますけれども、はい、まあちょっとね、まあ、気分良くしてちょっと、まあ、実況やっていこうかなと思ってはいるんですけれども、でスト D の方なんですけど、ついにね私ゆうちゃんパパの方がね、戦力が2000万ね2000万になりましたということでございまして、まあ無課金最強のねゆうちゃんパパでございますけれども、もうエッチねそれみたいな、ちょっとここまでねなんとかね、リリース当初からねさせていただいておりまして、まあ初日からやってるんですけど、無課金でずっとコツコツやっておりまして2000万オーバーになるというところでございまして、まあ、結構ねファイターの方も、いい感じでね100万超えてるキャラが増えてきて、一番高いのがマットリュウちゃんで120万ね、でキャミーで107万でダルちゃんで103万というところで、まあ、あとはちょっとね、まあ、まだね全体的には育てられてないんですけれども、こんな感じで、まあちょっとベガちゃんがねまだトリプル S になってないんですけども、一応92万まで来てるというところでございまして、装備はねもうマックスっていうかね、これまでやってちょっと5まで行ってないんですけど、このね属性のね装備の方もねあの装着することができまして、おこれなんかあるぞ、おほなこれちょっと上げてけい、よしよしよし、いいぞいいぞ、ベガちゃんはねあなたは強いですからね、壁役としても優秀やし、最近ね結構こうやって攻撃力上げてるんでね、まあアタッカーほどじゃないんですけど結構ね敵を倒してくれたりとかねするような感じになってるので、ベガちゃんはまあもうほんまにねトリプル S にしていた育てていくっていうキャラになっておりますんでね、あとね今1体だけ当たったんで、あと3体いるんですよねベガちゃんね、ちょっとまだねいけてない状態ですけど、トリプル S までねなんとか頑張りたいなというところではございますが、で他のキャラに関しましてはちょっとまあまだまだね、ちょっと無課金では全体的には難しいかなというような感じで、まあ、レベルはね270まで来ておりますというところですね、ここのねこれですね、270まで来ておりまして、またちょっと修行1個開けてるんですけどもね、まあなんかねいいキャラがね突然ね来る時もありますんで、一つだけ基本的にはいつも開けているというところですね。で、イベント関係については、製造船の方がね来てる中で、これがねちょっと日々ねやっていこうということで、ちょっとこれ今日まだ1回しかやっておりませんけれども、まあ、なかなかねダメージがまだ私 125M というところで、皆さんすごいですねこれね、なんか986とかどないなってんねこれみたいなね感じですけども、この辺ちょっともう無理、全然無理やね、全然ダメでございますという感じでございまして、まあちょっとずつねちょくちょくやってるんですけども、なかなかね越すことができてないというところで、まあこれはちょっとね、時間空いてる時にやっていこうかなと、まあ今回までは毎日ね消化しておりますというところと、武道合戦の方が今日のですね夜中の1時かなこれね時間的に、なんかまた始まるので予想していくような感じだと思うんですけど、これも結構ね報酬ね、まあ、そこそこいいんですよね、毎回の報酬がね、いいので、ちょっとまあどっちが勝つかなっていうのはちょっと真剣にね、まあ時間の許す限りですけれどもやっていこうかなというふうに思っております。イベント関係はちょっとすっきりしてね、もうなんか2段目なくなって、なんじゃこれみたいな感じになっておりますけれども、なんてことない、何もやることない日っていうような感じになってますんで、まあそういう日もねあってもいいんですけどもね、まあ、そういう日をちょっと数多くしてしまうとちょっと暇になってしまうので、もうちょっと欲しいなというところでございますけれども、で挑戦のところはね私29-20かまだ行ってまして、まあちょっと今ここで積んでるような状態なんですけれども、もうなんか普通にね強いキャラの敵いないんですけども、普通にここからもうめっちゃ苦戦してるっていうね感じで、ちょっとやってるか、俺ら暗いほんまこんにゃろうめ、さあいやーな、向こうの攻撃やで、強い強い、もうなんか普通の、やめろ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 
この野郎ふざけやがって、波動拳波動拳、やめろやめろやめろ、回復回復回復、おいける、ワンチャンいける、ワンチャンいける、お、なんかいいぞいいぞ、なんかいい感じいい感じいい感じ、波動拳波動拳波動拳、はよはよ波動拳で、はよ波動拳、波動拳勝った、いいよいいよ、おむの久々勝ったで、久々になんか買ったで、久々に買ったらね、なんかバーンってこんなん出てきますよね、遭遇イベントで、いやほいーとか言うてやったやった、これをさ倒していこうとか言って、誰が見たいね、このこの動画を、日常茶飯事のこの動画を誰が見たいねん言うてね、まあ、とりあえずこれ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 、おい波動拳波動拳波動拳、よしキャミ行って波動拳して、スキップ、あ、これスキップないねんな、スキップないねん、ちょ、いや蹴ってくんなよ、ほんま前蹴りしてきた、前蹴り波動拳波動拳まあこれはね勝てんねん、これは勝てるよね、これは勝てんの知ってるんよ、うん、よっしゃ、ゲットゲッチューとか言うてね、ちょっと11もやってみる、11もやってみるとか言うて、もう誰が見たいねこの動画29の11度は強い、おら、かぶるや、この野郎、あ、これこのステージはいける、このステージはいける、ワンチャンこのステージはなんか、はい、ソニックブームせよね、ソニックブームせよから、おっしゃ、回避したぞ、なんかしたぞ、回避したぞ、よっしゃ、いけそう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 、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、いいぞ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 、29をやっていって、さあ、12がね、まあ、大体4、ね、4の倍数が大体強いから、うん、まあ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 、どうなんかな、あー、でもガイおるな、後ろ攻撃してくんな、後ろ攻撃し、後ろ攻撃してくんな、やめろよ、後ろ攻撃汚いから、ずるいから、ずるいよ、ずるいずるいずるい、よーしよしよし、いいぞいいぞ、よーしよし、そう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 、やめろ、ソニックブーム強いから、よ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 し、いける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 いいねいいねいいねいいよ、リュウちゃん強いよ、リュウちゃん強いよ、はい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 、よーしよ、いいぞ、さあ、どこまでやんねんお前リュウちゃんパパどこまでやんねん、いやー、なんか撮影中に買っちゃったし、ちょっとやってみようかなとか言うて、さあ、どうかな、どうかな、こりゃ、こりゃ、この野郎、ふざけやがって、よいしょ、どう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 、よし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 、そう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 、いける、この辺はいける、この辺はいけるね、いいね、いいね、いいね、この辺はいけるね、さあ、どんどん進んでいこう、もう29このままクリアすんじゃん、知らんで、29クリアすんで、おりゃ、さあ、暗い、これね、こんな感じでやって、で、エレナでちょっと回復しつつ、あ、やばい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 、めっちゃ出た、めっちゃ出た、早く、はたけ、あか、ほらか、あかん、やべやべ、あん、あかんね、はい、やられてしまった、でもこれちょっとな、いけそうやな、いけそうやけど、まあまあちょっとこれはまあまあまあ長すぎるから、ちょっとこれで、うん、こんな感じでございまして、あ、やったやったね、4の倍数でもらっていくからね、はいはい、ゲチゲチューとか言うてね、うん、ほいで、思考の剣は、348まで来てて、で、雷とかね、この 3つの属性もね、ちょっとずつちょっとずつね、こう上がっていってる状態でございまして、うん、ちょっとね、属性キャラもね、ちょっとずつ私ね、育ててるんですよね。こんな感じでね、バイパーとかもね、ちょっとトリプルSなったりとか、コーディーもなったりとか、してるんで、ホンダもなってるしね、ちょっとほんまにこの執行の兼用にね、ちょっとずつね、育てるのもちょっとね、あの、無課金の楽しみではあるかなと思っておりましてね、ちょっとずつコツ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 やっておりますというところです。で、グローバルファイトはね、ちょっとまだ全然やってないですよ、これね。前からちょっと進んでおりませんでして、まあ、2000万になったからといって、どうってことないっていう感じではありますけれどもね、で、そしたら、ちょっとフレンド戦いきましょうかね。この時間ね、ログインされてる方ね、ちょっと少ないかと思うんですけども、お、ゆうさんいきますね。ゆうやさおさんね。ちょっと突入していきましょうかね。この方もね、結構よくね、絡んでいただけるんで、さあ、どうでしょうか。キャラクターは、強いね。強い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 。ベガもきっちりね、トリプルエースになってるんで、あー、これはちょっとまあ無理やな。無理やけれども、やってみよう。練習試合、いけい、どうですか？どうですかーとか言うて。ちょっとこの時間ね、なかなかやっぱりね、消化してはるかな。デイリーミッションね、まあやってらっしゃいますよ。ですよね、ですよね。そしたら、どうしようかな。このロマ・ラビーさんにしてみようかな。キャラクターは、F2P、ちょっとよくわからないんですけども、ものすごい強いと。ものすごい強いので、どうでしょう。あれ、オフにしてます。オフにしております。はい。そしたら、このユンユンさん。ユンユンアルファさんね。アットマークか。ユンユンアットマークさんは、ログインが長いと切りますね。そろそろ、そろそろ、そろそろ、もう切ったったらええんすよ、そんなもん。バッチン切ったったらええんすよ。さあ、練習試合、どうですか？あかんかな？あかんかな？やっぱこの時間は皆さん忙しいかな？
忙しいですね。はい、忙しいです。ですよね。どうしようかな。そしたら、ゆうやさん行こうかな。ゆうやさん。ゆうやさんも、クソ強いというね。ちょっとボコボコにされに行きましょうか。ゆうやさんと、練習試合、どうですか？オフにしております。はーい、とか言うて。じゃあ、ちょっと、うり坊さん行きましょうかね。YouTube 動画見てよく見てます。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。うり坊さん、うり坊さん。無課金、あ、無課金や。無課金の方でございます。毎日、うんうん。私も無課金でございます。ちょっと、どうでしょうか、うり坊さん。練習試合、よろしくお願いします。突然のフレンド戦。うん、拒否られました。パオーンとか言うて。ということで、この時間はなかなか難しいので、今日はちょっと願いのルーレットをやって終わりましょう。さあ、運命の願いのルーレット、ルーレット2。お、これはいいよ、これはいいよ。うん、いいよいいよ。さあ、ゴー。うん、これもまあいいんやけどね。はい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 、はい。次、3、3、3。もう全然当たらへんのですけど、これ。全然もう毎回、ちょっともうってほんま、全然あかんな、これ。3。もう、うん、それもいいねんけど。それもいいねんけど、4。うん、いいねいいねいいね。ちょっとほんま頼むわ。ごめん、ごめん、ごめんって。ごめんって。2って、だからこれめっちゃ当たるやん。ちょっと、1、2、3、4、5、5。5やで。5を頼みます。これほんまにもう1やん。あかんで、ほんま、マジで。全然これ当たらへんし。これあかん。でももう明日までしかない。明後日か。あと2日しかないし、もう最悪や。交換テントも。これまた考えよう。そう、ということでございまして。はい。まあね、ちょっとね、戦力がね、2000万になって、フレンド戦ね、ちょっといろいろ挑まさせていただいたんですけど、皆様、お忙しい時間帯で振られてしまいました動画をお届けさせていただきました。はい、本日の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、X のフォロー、高評価よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。皆さん、フレンド忙しいね。プー。